皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回はこれまで計14度の甲子園出場の実績があるノースアジア大明桜高校に訪問しました。夏の秋田県独自大会では見事優勝を決めたノースアジア大明桜ですが、今回はドラフト直前特集ということで、プロ志望届を提出している3人の右腕に密着させていただきました。今回プロ志望届を提出したのは佐々木優投手、吉高康太投手、長尾光投手の3名です。佐々木投手は最速144キロの直球を軸とした安定感のある投球が持ち味で、吉高投手は最速146キロの威力のある直球が武器。この夏は2回戦で金足農業を相手に1安打完封勝利を収めました。そして長尾投手も最速145キロのキレのある直球を武器に、準決勝の由利高校戦では8回を投げて14奪三振を奪う好投を見せました。今回はこの3名のドラフト候補の3年間の成長に迫っていき、キャッチボールの様子も見せていただきました。それではまずチームを率いる越石監督に3人の3年間の成長について伺いました。同じチームから3人の投手が同時にプロ志望届を提出するのは稀ですが、そこには三者三様の成長がありました。まずそれぞれの2年半の成長といいますか、それについて伺っていきたいんですけど。そうですね、はい、佐々木優はもう1年生の春の大会からベンチに入りまして、はい、経験をたくさん積ませてきました、はい、1年生の春は佐々木優、1年生の夏は長尾と2人に1年生からですね経験を積ませて、はい、吉高が2年生の秋からベンチに入って、はいはい、そして彼が活躍したのは東北大会で仙台育英と2人がちょっと打ち込まれた中で、はい、6回、7回、8回、9回と抑えたんですね、はい、高騰してその時に146キロ投げたんじゃないかな、はい、と思います。それではここからは佐々木投手、吉高投手、長尾投手の3名にもお話を伺っていきます。3名には球速アップの秘訣や3人で高め合ってきた練習を振り返っていただきました。3人の持ち味が十分に伝わるキャッチボールの映像とともにご覧ください。やっぱり球速上がったのはそのフォームもあるんですけど、はい、走り込みだったりそういうところを重点的にやったんで、まあ、それが球速上がった要因かなっていうのは思います。しっかり体を作られていった、はい、改めてこう3人で高め合ってきたっていうところを振り返ってもらっていいですか。まあ、やっぱり3人でやらないとこう超えてこれなかったところとかもあるんで、試合の時とか、まあ、練習の時はしっかりライバル意識持ってやるってことが、うん、まあ、自分らにとってこの台に3人集まった、まあ、メリットだと思うんで、うん、そうやって3人が一緒に入ってきて、はい、こうやって頑張ってこれたっていうのは、これから野球人生においても、やっぱいい経験になったなっていうふうには思ってます。自分、ヒートアップする投げ方にしてから、スピードが出始めて、はい、体全体を使う投げ方にしてから、上がりました。指のかかりも違くなったんで、なるほど、そういうところが良かったかなと思ってます。3人でこう高め合ってきた部分かなりあると思うんですけど、1年も入ってきくらいからも意識していて自分は、うん、そこから負けたくないなってずっと引退するまで思ってて、はい、トレーニングとか、はい、ランニングはもうずっと一緒にやってたんで、まあ、そこでも負けたくないっていう思いがあったんで、はい、ずっと負けないって気持ちでやってました、はい。まあ、ライバルですけど基本的にはやっぱ仲良かった。めっちゃ仲いいです。あ、そうなんですね。めっちゃ仲良いです。でも3人で、はい、ご飯とか食べに行ったりします。はい、上半身の背筋のトレーニングを結構多めにやっていて、それで下半身もやっていたんですけど、それが実ったかな。入学した時には、はい、まあ、72キロ で、はい、でそこから走り込みとか
やってたら、はい、62キロぐらいまで体重なくなって、でそこからやばいってなって、真剣に増やして、70キロまで行きました。3人ですごい高め合ってこれたっていうのはすごい大きかったんじゃないかなと思うんですけど、はい、改めてこう振り返ってもらってどうだったかって今感じてますか？まあ、やっぱり入学した時から、はい、する前からいいピッチャーが来るっていうのを聞いていて、うん、まあ、いざ入学して本当にすごいピッチャーがいたので、まあ、自分も負けてられないなっていう気持ちで3年間やってました。3人同時のプロ入りを目指しているという佐々木投手、吉高投手、長尾投手ですが、それでは最後に越石監督に将来への期待を語っていただきました。指名されるかどうかは分からないと前置きした上での越石監督のかける期待に注目してください。そうですね、プロ野球選手一応志望届出していますけど、はい、本当にプロ野球選手ドラフトがかかるかどうかは分かりませんし、でも将来プロ野球で活躍してくれる選手にはなってくれるんじゃないかなっていうふうには思って期待していますので、まあ、ここでドラフトされなくても大学行って、はい、そして将来またライバルとなってですね、球界で戦ってくれる、また競い合ってくれる選手になってもらえたらなっていうふうには思います。ということで今回はノースアジア大名桜のドラフト候補3人衆に密着していきました。今回はありがとうございました。高校野球 .com ではドラフト候補に密着したインタビュー記事を多数配信しています。概要欄に URL を貼っているのでぜひご覧ください。チャンネル登録もお願いいたします。